はい、皆様こんにちは、リヒト・ドゥンケルハイトでございます。テイルズ・オブ・ベスペリアを初見実況プレイ、続きをやっていきたいと思います。危なかった、危なかったじゃね。じゃあちょっとスキットが出てきたんで、ちょっとそれを見てからにしましょう。エステル、何見てるの？この辺の地図ですよ。地図っつったって、なんだよこれ、白紙ばっかりじゃん。俺じゃ地図なんて呼べないよ。そうなんです、書き込み式ですからね。測量ギルド、それも天地の穴蔵のは本当にすごいんだから。振り仮名が小さすぎて見えません。みんな持ってるんだよ。その理屈で言うとカロルも持ってんだろ。見せてくれよ。ぜひお願いします。僕くらいになるともう地図も必要ないんだよね。ダメだこいつ。それは残念です、ぜひ見たかったのに。はい、ということで入っていきましょう。ここがハルルですね。めっちゃでかい木が咲いてるじゃねえ、立ってますけど、桜的なピンクの、すげえな。花の町っていうか、できるこう、なんていうの、花壇がいっぱいあるのかなと思ったんですけど、なんか、俺、なんか予想外の音楽だな。なんかもう、こう華やかな感じをイメージしてたんですけれども。ここが、花の町ハルルなんですよね。違ったりして。うん、そうだよ。なんか雰囲気が予想外だな。この町、結界ないのか。みたいですね。そんなはずは。二人とも、ハルルは初めて？そうでしょうね。そっか、だったらハルルの木のシルトブラスティアも知らないんだ。木の結界？木が結界なんですか？ブラスティアの中には植物と融合し有機的特性を身につけることで進化をするものがあるです。は、その代表が花の町ハルルのシルトブラスティアだと本で読みました。博識だな。で、その自慢の結界はどうしちまったんだ？消えちゃったのかな。そういえば冒頭でフレンがこの町の結果どうなってるんだとか言ってたような気が。それがここのことですか？役に立ってねえみたいだけど。毎年満開の季節が近づくと一時的に結界が弱くなるんだよ。普通逆じゃね。ちょうど今の季節なんだけど、そこを魔物に襲われて。シルトブラスティアがやられたのか。あらまあ、うん、魔物はやっつけたけど木が徐々に枯れ始めてるんだ。え、やばい。あ、どうしたんです？何？ごめん、用事があったんだ。じゃあね。お、勝手に忙しいやつだな。カロルがエステルはフレンを探すんだな。みんな勝手だ。てか、うん。あ、おとなしくしとけって。まだ分かってないらしいな。まあ。それに、フレンはいいのかよ。本当に。エステルは困ってる人を先にって感じですかね。さあどうしますか。とりあえず話聞いてみますか。まあそういうもんだろうな。うん、クリティア、クリティアってなんだっけ。ああ、うん、なんだこれ、何これ、ヨロゼア。え、ちょっと待って、ちょっと待って、人いないけど、これ店なの、これ人、え、違うの？な、あ、びっくりした。てっきり、これで買い物できるのかと思ってびっくりした。あ、これ看板か！ビビるわ。何かと思った。ここは宿屋っぽいな。その、あ、エステルがいる。お、イベント発生。私に、皆さんの手当てをさせてくれませんか？そんなんしてたらまた倒れたりしねえか？治癒術をお使いになるのか。なんか奥に魔法使いっぽい人が。それはぜひとも。あ、いやですが、私らお金の方は。絶対取らないよエステル。そんなのいりません。大丈夫？すごい、痛みがなくなった。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いえ、そんな、全然。どうしたユリ？いやはや、これほどの治癒術があったなんて。なんとお礼を言えばいいのか。いえ、本当にいいですから。謙虚なお嬢さんだ。騎士団の方々にも見習ってほしいものです。騎士団は何もしてくれなかったか。騎士にご縁をお願いしても何もしてくれないんですから。フレンはどうしたんだ、まあ、帝国の方々には私らがどうなろうと関係ないんでしょうな。うわぁ、嘘、そんなはずは。あ、でもあの騎士様だけは違ってましたよね。フレンか。おお、あの青年か。
彼がいなければ今頃私らは全滅でしたわ。今年は結界の弱まる時期が早く、護衛を依頼したギルドが来る前に襲われてしまいましてな。あ、じゃあ弱まる時期とかあるのか。偶然町に滞在していた巡礼の貴様ご一行が魔物を退けてくださったのです。ですよね。巡礼の騎士って、その騎士様ってフレンって名前じゃなかった？ええ、フレンシーフォト。ちょうどいたんですね。まだ町にいるんですか？いえ、結界を直す魔導士を探すと言って旅立たれました。うわ、行き先不明じゃね。行き先まではわからないか。東の方へ向かったようですが、それ以上のことは。東か。そうですか。でもここで待っていればフレンは戻ってくるんですね。よかったな、追いついて。はい、会うまでは安心できませんけど、よかったです。じゃあここでステップは一旦ハルルの木でも見に行こうぜ。お別れ。エステルも見たいだろ。はい、ユーリはいいんです、コア泥棒を追わなくても。こっちはアスピオだっかな。木見てる時間くらいはあるって。うん、あの外れるあれを出す必要なかったの。カロルって何者って、さっきのギルドのメンバーって出た。ああ人違いか。ギルドのみんなもいない。ずいぶん待たせたからな。怒って行っちゃったんだ。あら、置いてかれちゃった。満開に咲くハルルの花見せてあげたかったのに。そうすればきっと。カロル、どうしたんです？どこ行っちゃったんだろう。本当に行っちゃったのかな。僕だってちゃんとやってんのに。カロル、一人にしといてやろうぜ。おしまい、おしまい、もうおしまい。本当におしまい。何が何でもおしまいだ。どうしたの？武器も用意したし、これで魔物と戦えるぞ。おさんも戦っていいって言ってくれるね。え、フレン様みたいに魔物もやっつけよう。いやいや、無理はするな、無理はするな。少年たち、あんな子供まで。早く結界が戻ればいいのに。そうだな。大丈夫かな、このアートカロルのあれが消えてしまったの。まあいいか、とりあえず聞きますか。レイドン砦じゃ結界がなくて苦労したってのに、あったらあったで別の面倒が待ってるのな。弱まる時期があるってのが困ってるもんですよね。結界は大きな影響を与えているんですね。あるだけで魔物の危険から俺らを守ってくれるわけだからな。そりゃ無理もないけどさ。皆さんが安心できるように早くハルルの木を直してあげたいです。まあそれはフレンが何とかしてくれるんでしょ。でここにカロルがいるけど、スルーしといた方がいいのかな。とりあえず話してみる。なんか絶望してはりますけれども。あ、なんかよろず屋さんが戻ってますね。こういう買い物のシーンはどうすればいいんだろう。あー、ポイズンボトルとパラダイボトルがあるよ。とりあえず買っておこうかな。よし、装備品とかはないのかな。ここはまああってもお金がないか。とりあえずハルルの木を見に行くとかですから、奥に行ったらいいのか。ごめんなさい、いいのかな。おすごいですね。でもなんだかもうちょっと明るいイメージが、でっけー、もっとピンクな感じが。もうすぐ花が咲く季節なんですよね。十分咲いてるように見えますけど、ピンク一色ですけど。どうせなら花が咲いてるところを見てみたかったな。そうですね、満開の花が咲いて街を守ってるなんて素敵です。でもその時期に結果弱まるでしょ。普通逆じゃねって思うんですけど。私、フレンが戻るまで怪我人の治療を続けます。なあ、どうせ治すんなら結界の方にしないか。うん、魔物が来ればまた怪我人が出るんだ。そうですね、今度はさっきのガキたちが大怪我するかもしれねえ。それはそうですけど、どうやって結界を。こんなでかい木だ、魔物に襲われた程度で枯れたりしないだろ。またコアがやられてるとか。そこにも他に理由があるってことですか。これはコアは関係ないのかな。俺はそう思うけどな。おや、お二人とも一体何をなさっているのですか。木が枯れた原因を調べているんです。難しいと思いますよ。フレン様にも原因までは分からなかったようですから。うん、カ
カロル、カロルも手伝ってください。うつむいてはりますけど。何やってんの？ハルルの木が枯れた原因を調べているんだそうです。なんだそのこと。なんだじゃないです。理由なら知ってるよ。そのために僕は森でエッグベアを。なんでエッグベアが関係するの？どういうことだ。土をよく見て、変色してるでしょ。いや元の色がわかんねえんだけど。それ町を襲った魔物の血を土が吸っちゃってるんだ。その血が毒になってハルルの木を枯らしてるの。なんと魔物の血が。そうだったのですか。それをどうやって直すの？カロルは物知りなんですね。僕にかかればこんくらいとってことないよ。その毒をなんとかできる都合のいいもんはないのか。それがエッグベア。あるよ。あるけど誰も信じてくれないよ。お？迷信めいたことなのかな。なんだよ、言ってみなって。パナシアボトルがあれば直せると思うんだ。おい、それは俺普通のアイテムじゃねえか。パナシアボトルか。よろずやにあればいいけど。いや、なかったよ。行きましょう、ユーリ。いや、ポイズンボトルとパラライなんとかしかなかったよ。ハルルの木に連れて行きますか。きっと満開の季節になるとハルルの花はすごいんでしょうね。まあ結構花びらの洪水で流されそうだな。ぽいですけど、あれはつぼみってことかな。花びらが空にひらひらと舞って、そこはもう夢の世界のような。家とか落ちた花びらで埋もれて、ここの連中どうしてんだろうな。掃除も大変そうだし。そうですね。ユーリと話しててもなんだか楽しくありません。ロマンがない。エステルはロマンチスト。なんかカロルうつむいとるんですけど、とりあえず話してみますか。はいはい。エッグベアのなんかでパナシアボトルが作れるとか、そういう流れかな。しかしパナシアボトル、そんな貴重品扱いされてんのかよ。なんか町に売り出したら高えんだろうな。まあ、とりあえずここに行けば進行するんだろう。おい、あいよ、いらっしゃい。今日は何がいるようで。すいませんね、さっき買い物しちゃいましたね。パナシアボトルはあるか。あいにくと今切らしてるんだ。わっほー。そんな、素材さえあれば合成できるんだがね。何があれば作れる。流れが。エッグベアの爪とニアの実、ルルリエの花びらの3つだ。なるほど、ね、けどパナシアボトルは一体何に使うんだ。エッグベア狩りしてたのか。先日も同じことを聞いてきたガキがいたんだが。ハルルの木を直すんです。あ、え、パナシアボトルを木に使うなんて聞いたことないけどな。ふん、なるほど。でカロルは落ち込んでたと。ニアの実ってどういうものです？エステルが森でうまいうまいって食ってたあの苦い果実だ。わお。ならエッグビアは？悪い、魔物は専門外だからよく知らないんだ。でもう一つは、魔物狩りを生業にしてる曲がりの剣の人間でもいればわかるんだろうけど。カロルだな。あいつそのために森にいたのか。ルルリエの花びらというのは？でもなんで一人で？この町の真ん中にハルルの木があるだろう。あれの花びらさ。普通なら魔導樹脂を使うんだけど、この辺りにはないからね。でも花は枯れちゃってるし。やべ、ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから聞いてみてよ。わかった、素材が集まったらまた来るよ。じゃあ果実とエッグベアはそこで、とりあえず聞きますか。カロル、クオイの森に行くぞ。え？森で言ってたろ、エッグベア覚悟って。パナシアボトルで治るって信じてくれるの？とりあえず、ね、嘘ついてんのか。だったら俺はお前の言葉にかけるよ、ユーリ。他に何もないですからね、今のとこ。もうしょうがないな、僕も忙しいんだけどね。うぜえな。決まりですね、私たちで結界を直しましょう。エステルも来るの？当たり前じゃないですか。フレン待たなくていいのかよ。まあ、直すなら木を直せって言ったのは有利ですよ。そうですね。それにまあそんな短い間に、フレンが戻る前に木直してビビらせてやろうぜ。帰ってくるとも思えないし、魔導士探しに行くとかだしな。だからちょっと待ってくださいね。カロルとラピード。何ラピード。なんだこの微妙な距離感は。どうして怒ってんの？怒ってんの？
ちょっと待って、まさか僕を食べる気？助けてユリ。通り過ぎた。どうかしたかカロル。なんでもないよ。勝手に賑やかなやつ。テラピードは何だったんだ。先に長老の長老ってさっきのあの人かな。あの人でいいのかな。先に話しかけていいのか、それとも後の方がいいのかな。さっきの人、さっきの人、あれいない。え、いない、いないわ。どこに行っちゃったんだろうか、さっきのおじいちゃんは。それともさっきにエッグベアの方行った方がいいのかな。ちょっと待って、回復しとくか念のため。念のために回復。あ、この1000ポイントがすごいな。いいな、なんかこんな感じいいな、いいな、この雰囲気好きだ。ではちょっと止まって回復をします。はい、でちょっとセーブをいたします。